もともと二重です。最近左右の二重の幅が違うことが気になります。二重の幅を揃えたいんですが、という悩みのラキさんです。ラキさん、大人に近づくにつれてまぶたの厚みや皮膚の張り感って変化してくるんです。ラキさんも二重の幅が変わってくるのは気になりますよね。そんなラキさんにおすすめのアイテムがこちら、 AB ナチュラルアイテープです。このアイテムを使って二重のラインを修正していきましょうね。はい。まぶたの皮脂や汚れを拭き取り、素肌にご使用ください。まずは付属のスティックで二重のラインを作ることから始めましょう。大切なのは二重になりやすいラインを見つけることです。二重ラインが決まったら、スティックでナチュラルアイテープを台紙から剥がします。そのまま作りたい二重ラインの下に合わせて貼り付け、指で軽く押さえて密着させます。ゆっくりと目を開け、二重ができていることを確認し、スティックでなじませます。ワンポイントアドバイス。ナチュラルアイテープは布製の薄いテープなので、メイクの邪魔になりません。テープの上からメイクをするとより目立ちにくくなります。完成です。ラキさん、二重の幅が綺麗に揃ってますよ。本当だ、すごい。うん、お化粧でテープも目立ってませんしね。はい、バッチリですね。ここでポイントのおさらいです。ナチュラルアイテープは布製の薄いテープなので、メイクの邪魔になりません。テープの上からメイクをするとより目立ちにくくなりますよ。始めよう二重活動。